では、胸のストレッチをします。椅子の前側に座ってあげて、後ろ側に手をついて、そして胸を天井に向かって伸ばします。この時に首の後ろ側を折らずに、首の後ろ側を長く保ったまま胸を天井に、そして体を軽く左右に振ってあげて、で、一度緩めましょう。膝も曲げていいので、首もリラックス。もう一度、胸が天井に引っ張られていく。ぐっと伸び切ったら、また左右にプラプラと振ってあげて、肩甲骨あたりをマッサージしてあげるイメージで、で、緩める。丸くなる。次は、手を少し前に持ってきて、足も少し前に持っていって、お尻を浮かします。そして、一度、ぐっと下に沈み込みます。丸くなって、そのまま、腕を使ってぐっと椅子を押して、胸を天井に突き上げて、お尻も浮かして、緩める。もう一回、体の中心からつながりを意識して、お尻と胸両方を天井に向かってぐるっと伸ばして、首の後ろを折らない、長く保ったまま、そして軽く左右に振ってあげて、で、緩めて戻ってきて、で、おしまい。